こまちプランは住み慣れた街で誰もがにこやかに幸せに生き生きと暮らし続けられるよう、人々がつながり共に支え合う街を作るために策定した西区の地域福祉保険計画です。福祉保険の分野にとどまらず、地域のさまざまな分野の課題解決を視野に入れた西区の総合的な計画と位置づけ、策定・推進しています。社会福祉法第107条に基づく身近な地域の支え合いの仕組みづくりを進める計画です。横浜市では市・区・地区の3層で住民の主体的な参画を図っていることが大きな特徴です。西区の地域福祉保険計画にこまちプランについても、令和4年3月に第4期計画が完成し、令和4年度から第4期計画が実質的にスタートしました。にこまちプランは地域の皆さんが住みやすい街を目指してみんなで話し合い作った地区別計画と、その取り組みを応援する区全体計画で構成されています。そしてさまざまな分野の課題解決に向けて、地域が主体となって取り組みつつ、区役所、区社会福祉協議会、地域ケアプラザなどが地区支援チームを作り、地区別計画の支援を行います。地区別計画は地区連合町内会自治会をエリアとして、地域が主体的に地域の課題を考え、その解決に向けた取り組みを進める計画です。区全体計画は地区別計画や地域の活動を支援するとともに、区全体に共通する課題や地区では把握しにくい課題などに対応する計画です。その実現に向け、3つの方向性と5つの基本目標を定め、計画の推進を通して地域の皆さんの主体的な課題解決が進むよう、地域力を高めていくことを目指します。にこまちプランは地域の皆さんが主役となり進めるための指針です。今日から自分にできることを探して、誰もがにこやかに暮らせる西区を一緒に作っていきましょう。